カナダさんはなぜゴリラさんと言われているのですか？僕はね、握力が50キロあるんですね。握力が50キロあるアイドルなんですよね。あ、でも最近はちょっと衰えているので、50ぴったりはないと思います。30ぐらいになっちゃったかもしれない。どうしよう。なので、なぜかゴリラって言われてる。それでも強い。ね、みんな女子のさ、平均ってさ、いくつぐらい？女子の平均って、18歳女子の平均いくつ？ 20？ 弱っ！ 20？25 くらい？弱すぎるよ。そんなんじゃ何にも握れないでしょ。コントローラーとかすっぽ抜けるんじゃないの？20ってことはないでしょう。20ってことは40弱？いやいやいや、それはないな。それは強すぎ。それはもう人類皆吉田沙織になってしまう。 26.16。 え、意外とあるんだね。あ、そうなんだ。26か。でも女子でね、握力30とかあるとさ、え、バケモンじゃんみたいな感じになるよね。僕は中学生の頃からすでにね、中学校の時点で35あったからさ、なんでかわかんないんだけどね。手も小さいし、そんなに運動部だったわけじゃないからさ、35あったからさ、言われてよ。え、ゴリラじゃーんって言われてよ、クラスの女子に。ゴリラちゃん、カナダちゃん、ゴリラちゃんって、あーはーはーはーって言っといた。カナダちゃんいくつ？え？ 50だけど。最初は35だったんだよ。でもおバイトをし始めてからすごい上がったの。何がどう上がったかというと、おバイトしてからさ、お盆を持つようになってね。そのお盆をさ、片手とかで持つのがね、えらい大変で、それで握力上がったね、勝手に。それで40を超え始めてって感じかな。何のバイト？カフェのおバイトとかしたよ。